菅光です。今ですね、新横浜の駅にいまして、岡山へ出張ということでですね、6時18分ですね、出発いたします。先週の土曜日日曜日はですね、動画を配信しておりませんけども、家族と一緒にいました。で、特に土曜日はですね、6歳の息子と3歳の娘の運動会ということで、息子の運動会はこれで3回目ということで、今回最終学年でしたので、是が非でもですね、参加しないといけないなと思って参加しました。2人とも1年前に見た姿からですね、非常に成長している姿も見れて、親としてもですね、非常に感動する場面が多くてですね、やっぱりこう子どもたちが一生懸命、走ったりとか運動している姿を見るっていうのは、また大人としても刺激になるなというふうに感じました。で、昨日はですね、息子はプールに行ってるんですけども、本来ちょっと土曜日のものが日曜日の振り替えという形で、昨日は立ち会ってというか付き添いで行ってきました。プールもですね、水泳もかれこれ2年ちょっとぐらいやってますけども、なかなか成長しなかったんですけども、ここに来て成長してきてるなというのも感じるので、それもやっぱりまた親としてもですね、刺激になることだなというふうに感じております。といったようなこともですね、またこれから配信していきたいと思いますので、じゃあ岡山に行ってきます。